どうも高井です。これから先質のいい専門書が骨董品レベルで値段が跳ね上がっていく時代になるんじゃないかなと思ってます。古典であれば値段3000円以上、それ以外の専門書であれば値段1万円以上から、税込みも含めてね。ただ第1版第2版の時点、この時点であれば可能性あるけど、第3版第4版で続いているのであればその可能性も低くなる可能性がある。やっぱり希少性に価値があるので、第1版あたりが一番お手頃。そうなってくると一番人気のない本、人気はないけど質は高い、そうなってくると古典かな。古典が一番可能性が高い。でそれで質も高い専門書となってくると、かなり範囲が狭まるわけじゃん。だから目利きさえあればこの先値段がガガガッと上がっていくような古典の専門書に巡り合えるって可能性もなきにしもあらずじゃん。だからこそ今から目利きのセンスを磨いていきましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。